よし、これ良くない選手。いやこれシールできたっちゃん、オッパキューのシール、オッパキューシール抜かろうが。はい、ということですね、今日は今ね、オータースタジアムに来ています。で、今日は、ツーさんのバースデーの収録で模擬トライアウトをするんですけど、そこでオッパキュー対戦しますよ。初めてツーさんとの真剣勝負、非常にワクワクしております。今日はですね、その裏側密着、はい、どういう準備をしてマウンドに上がっているのか、でその終わった後のこととかもね、裏側をぜひご覧ください。お、びっくりした。おぉすごい。やばい、死んだ。大丈夫？折れたかと思った。はい。ほら、行ってきます？頑張って。サンキュー。頑張ろう、楽しんで。楽しんで。行っちゃってる。まあ、感覚的に、感覚のレベルとしてはまだ7割とかですかね。この、決めに行こうと思った時に、した時に、死んじゃうんですよ。そこもね、そこですね、そこの仕上がりはまだまだなんで、そこって言えば行くかもしれない。50とかは行きますよ。もうちょっとトレーニングして時間の問題です。カーブとまっすぐしか持ってないですね。ピッチングレンジャーはスライダーとチェンジャーになって、東京メッシュの時投げてたのスライダーとチェンジャーって投げて、それでいい感じでした。なんかいい感じで投げたら、実践できてよかったね。アンスアンスアンスおっしゃ、お願いします。はい、ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございました。え、どういう動画動画いやいや、最後の。あ、最後の？いや、今日は本当ね、メキシコで紅白戦やったぶりの実戦が、まさかね、通算倍。そう、
当たらんか心配やったけど、まあ、デッドボールいかんかなっていう心配はちょっとあったけど、うん、まあ投げたね。無事に終わりました。よかったです。やっぱその力んでしまったからグッてこう抑えに行った時に行った時のまっすぐがちょっと力んだから、うん、その感覚的なものを高めていく、いい感覚を高めていくことをやっていきます。はい、はい、それではまた帰ります。おっしゃ、ありがとうございました。おぱぱおぱぱおぱぱおぱきゅおぱおぱおぱきゅきゅきゅののの Q おぱぱおぱぱおぱぱおぱきゅおぱおぱおぱきゅきゅきゅののの Q いいさこのくらいでいいさやらなくてもこれからさ何曜日でもぐっと増えるかなシャラララララシャラララオパキューシャラララシャラオパキューシャラララララシャラララオパキューすぐにお腹鳴るシャラララララシャラララオパキューシャラララシャラオパキューシャラララララシャラララオパキューすぐに眠くなる。チャンネル登録でオパと